ジャンバイライターのジュネでございますというわけでですね、〇〇を打ってみた、今回はですね、豊丸さんの方にお邪魔しておりまして、今回打ってみる機種こちらですね、 CR ウィッチブレード、はい、というわけで今回は CR ウィッチブレードを打ってみたということになるわけなんですけども、豊丸さんの機種これまでね、いろいろ面白い機種を出してるんですよね。特にスペックというか、まあ、仕様的に面白いのが多くて、まあ、餃子の王将とかがねすごく印象的に残ってるんじゃないかなと最近言えば、まあ、マグロの一本釣りとか他にあって、あと天井のランプマスターとかね、あと一番好きなところで僕の好きなところで、まあ、キャプテンロバートバースエンジェル、まあ、そういった形でね、普通のパチンコとはちょっと違った面白さを持ったパチンコを作ってくれるメーカーさんなんですね。で今回これマックスタイプなんですけども、まあ、何が面白いかっていうと、まあ、これですよね、核変革命、はい、核変革命しちゃいます、略して革命、おまんまやな、まあ、はい、というわけでね、何が核変革命かって言ったら、まあへそと電柱でなんと核変の割合が変わっちゃうっていうね、なんともどういう仕組みなのかっていうところなんですけども、まあ、あと演出的にもね、この原作ウィッチブレード、あのゴンゾーさん、過去にそのバースエンジェルとかロミオとジュリエットなんかでタイプしたことあるんですけども、と同じ制作会社さんとのアニメの、まあ、タイアップ機っていうことで、まあ、その辺も注目なんですけども、役物でね、ウィッチブレードギミックっていう、まあ、出れば期待度大幅アップのギミックとか、まあ、あと、その結構泣ける話なんですらしいんですけども、その辺の演出とかを見せつつ、まあ、どういった風に当たって、まあ、どういう風に出ていくのかっていうのをちょっと今回打ってみて紹介していきたいなと思います。それでは早速打ってみたいと思います。まあ、結構ねこの台スペックも気になるところですけどね、タイアップしてるこのアニメウィッチブレードっていうアニメも結構気になるところなんですよね。結構泣ける話らしいですよ。らしいっていうのは、はい、見てません、まだ僕、残念ながら。ただこのウィッチブレードっていうアニメを作ってる制作会社ゴンゾっていうメーカーなんですけど、ゴンゾっていう制作会社が結構なね、有名ブランドなんですよ。ちょっと調べていたんですけどね、まあ、青の六号とフルメタルパニック、これ対策どこなんですか、知ってますかね。で結構マニアックなところで言うと、マニアックなんかな、ゲートキーパーズ、ゲートキーパーズと、あとバントレット、これ知ってる人はあーってなるはずなんですよ。僕この世代なんで、バントレットと、であと忘れちゃいけないカレードスター、これめっちゃおもろいですよ。あとストライクウィッチーズとか、あとマージャンのサキ、この辺もゴンゾが作ってるんですよ。で誰でも知ってるところで言うと、最終兵器彼女、これ確か映画化もしてるよね、最終兵器彼女。あとこれは絶対誰でも知ってる、ガンツのアニメ作ってるのもゴンゾなんですよ。あとジャンプコミックのブラックキャットで、まあ、それでもわからんっていう人、まあ、パチンコパチスロユーザー、ジャンバイドット TV 見てる人ならわかると思うんですけど、グラビオン、あと、バジリスク、ドラゴノーツ、あと月面投兵器ミーナ、まあ、この辺で作ってるんですね。ただ過去に豊丸さん、このゴンゾの作品での全部どうタイプしてるのあるんですよ、ね、それが、まあ、バーストエンジェル、ロミオとジュリエット、ま、これ3作目なんですね。はい、あ、来るか、感じるわ、これは疑似連か、疑似連やね、もしかしてチャンス？リーチです。はい、とりあえず分かったことは疑似にじゃダメよと。多分この感じだと疑似3以上は欲しい感じかな。なんや
電子レンジ男リーチをかけろ。電車男みたいな。戦争は兵器が原因で起きるわけではない。おいおいおい、ちょっと、あ、これ絶対これ来るやろ、これ絶対来るやん、来るかな。マムあの人が嘘ついてるんだよね。私他のママなんて嫌。ママ助けて。どうもなんかシングルマザーの話みたいなんですよね。あ、カットインね。はい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 。物足りない。温めなくちゃ。多分これ普通やったらあんまり熱くない演出なんでしょうね。来るか。これがウィッチブレードギミック。はい、来ました。これ赤色でこれ全部光ってるからもう激アツ、もう大当たり期待できるねっていう。なんか4種類あるみたいなんですよね。あの玉のところが青であるパターンと赤であるパターン。赤の方がチャンスアップ、あと手が全部発光してるかどうか。知ってた。ドル箱用意しようって出てたもん。やりました、麻生先生。あとで図柄揃って、大当たり。栄光か破滅か。今一人の女が運命の淵に立つ。はい。で大当たり中は右打ち。右ね。で右のここが当たった。で通常時は、大当たりの種類が2種類、60% が、まあ、13ラウンド、40% が、まあ、実質12ラウンド、まあ、どっちにしよう1500発近くは取れるんですけどね。でその13ラウンド目が発生するかどうかが大事。それを13ラウンド目のアタッカーを獲得できるかどうかの演出がこの大当たり中に起こるわけなんですよ。さっきあのギミックが落ちそうだったけど、落ちた時点で、13ラウンド目ここのアタッカーの下のアタッカーが開く。100になればアタックラウンド獲得よ。でこれ2つある演出の1つ、覚醒コマンド。ほいほいほい、あ、これ行く行くわ、もう感覚で分かる。あれ、あ、え、ダメなの。あ、左打ちに戻してください。はい、はい、これがこのへそから入賞した大当たりの 40% は、13ラウンド目がなく、時短もなく終わっちゃいます。ロクスコンについて。ただ、13ラウンド目を獲得できた場合、できた場合はここのこのアタッカーの下にあるこのアタックって書いてるここがオープンして、そっからこの分かるかな、ここに V があるんですよね。 V に弾が入って、SD モードに入ると、絶対に。だから13ラウンド目行くイコール SD 行くみたいな。
それが 60% で、もう一個大事なこと、こう通常時で、まあ、大当たりのその 40% と 60% っていうのがあって、 60% だった場合、まあ、右打ち ST になるけど、 40% だった場合、まあ、外れていかなかった場合、トリンズ達夫氏が、まあ、よく市長の視察に訪れたとのことです。最近のね、マックスタイプではもう外せないと言っていいぐらいの、もう潜伏確変、潜伏確変がこの台には一切ないんですよ。まあ、もう行くか行かんかだけ。もういやだ、お勉強だって大嫌い。通常時もなんかよくモードが変わって、あれ潜伏したのかなとか、マックスタイプの ST 機とかでよくあるでしょ、あのへそで潜伏確変入ったけどそのまま潜伏ループしちゃうとか、まあ、潜伏のまま ST 終わっちゃうとか、あるいは潜伏から ST 行ったけど ST するで終わっちゃうとかがないの。当たってもう大当たりイコール出玉あり、1500発ぐらいだね。そこがまず親切で安心だ。今回の事態を招いたと見られています。マサミさん大丈夫か。多分下のこれがバンバンなるってことは疑似連のチャンスってことだよね、きっと。ようやく分かってきた。もっと決定的な状態行って行って、よしよし、初めて疑似さん。もっと決定的な状態。わからないものに取りつかれて、その上命を落としかねない戦いをしているというのに、泣きもわめきもしない。ひょっとして状況を理解する能力がないのか。しょうがないじゃない。しょうがない、そんなことより凛子をちゃんと育てる方が大事よ。これなんや、結構長めやな。なるほど。おお、びっくりした。おお、びっくりした。おお、びっくりした。あ、激アツ。あ、これも来るね。あ、歌流れてる。私のこととすら暗示させる。ねえ、足りないの、お願い。やばい、音楽がめっちゃかっこいい。くれよ、よだれよだれ。あなたには来る来る来るよ。ほら、もうこれ外したら俺もう生きていかれへんかったかもしれない。オッケー、ヒヤヒヤした、これ以上当たらんかったら。さすがですわ。よし、じゃあこれが刻まれたものの行き着く先は栄光か破滅か。今一人の女の運命の淵に立つ。さあ今度は、今度は行くよ。60%やからね、2回に1回以上は行くわけやから。あ、これさっきとは違う、あの期待度が低い方。あ、もうちょほんま頼むって。やばい、あー、らしい。ママ、ほら、お母さん。この宿命だ。ああ、もう絶対当たりやん、こんな。簡単、101回転以内に
60分の1簡単もっとちょうだい1ゲーム連やん